しちゃった。これも中だ。めっちゃ低い。よっしゃ。ゴンゴン突っ込みますね。よし、リーダーが見えた。よし。よしよしよし、ちゃんと食ってますよ。はい、ゲット。メタルガレージ強し。まあ、メタルマスターでも全然いいんですけど。はい。20g でゴツゴツです。ちゃんと食ってます。40ぐらいですね。はい。いい日でした。サンキュー。はい。ありがとうね。40ぐらいのちょっと可愛いめのシーバス、チヌさんでした。はい。はい、サンキュー。はい。そんな感じでした。はい。ちょっと岸、ギアゴツゴツ作戦。今のもゴンって当たりはあんまなかったんですけど、グンっていう感じでしたね。はい。頑張ります。なんとかシーバス釣れないかなと。はい。失礼します。おっしゃ、食った。今のはいい当たり。カッツン来た。よっしゃ、よし。お、シバさん、やった。しかもいいよ、いいサイズだよ。やったやった、ラッキー。いい当たりだったんですよ。70ぐらいあるよ。やった。さあ、久しぶりデイゲームシーバスちゃんと食ってる。ガレージ最高。やった、めっちゃ嬉しい。めちゃくちゃ嬉しい。リプラウト 78mm 入魂パワーで寄せました。外してあげたいと思います。やった、70ぐらいありそう。6パチくらいか。よし、はい、70cm、 ほんとギリギリ 70cm 手前でね、結構近場でしたけど、ゴンってね、完璧にいい当たりでした。すごい明確なチヌの当たりかと思ったんですけど、びっくり、シーバスでした。しかもいいサイズ、ありがとね。で、こうやって今蘇生させたらですね、網をね吐きましたね、ゲボッと。はい、そんなに超大量じゃないんですけど、網を吐きました。だから夜のうちは網を食べてたのか、朝方が網だったのかちょっとわかんないですけど、網を食べてたようですね。はい、ありがとね。いけるか。はい、よし、いった。はあ、やった。久しぶりのデイゲームシーバス釣れてよかったです。釣れ方としては、そのカーブしてるエリアをですね、岸際から5メートルぐらいだったかな、ちょっともうちょっと大きかったかな、今回は。ちょっとトゥントゥントゥンって普通に引っ張ってきたら、コーンとこう、引ったくるような、いい、強い当たりがありました。はい。まあ、チヌがほとんど多い釣りではあるんですけど、たまにシーバスが混ざるような釣りですね。はい。ありがとうございました。よかった。最高。時刻の方が、この前にも1時、8時半頃に1匹チヌが釣れたんですが、今8時57分なので、まあ、ほぼ9時ぐらいですね。はい。失礼いたします。はい、皆さんどうもおはようございます。今日は頑張りまして、9月18日6時44分です。岸際にですね、かなりのゴミがこう、大きいのがね流れてます。ちょうどシーバスマンが投げ終わるぐらいのところまで結構ね流れちゃってるんで、結構しんどいですね。はい、ずっとこう H の沖を通ってずっと行ってるような感じです。アンガーさんは僕の下流側に1名いらっしゃるのみです。浦安側は1名しかちょっと見当たらないですね。あの水門の名残みたいなところに1名いらっしゃるのみです。はい、ちょっと現場へ向かおうと思います。濁り方もかなり同じぐらい濁ってますね。それかちょっと増してるたら、今ちょっと船がね出てくる時間帯なので、それもあると思いますが、やっていこうと思います。失礼いたします。はい、現場へやってきました。H 周りもね
そこそこのゴミがあります。濁り方こんな感じです。濁ってますね。はい、まあ、これよりも多分もうちょっと落ち着いてると思うんですけど、やっぱり昨日と同じぐらいか濁ってるか、そんな感じですね。だいぶマッティです。ゴミがなければまだいいんですけど、ゴミがちょっと邪魔ですね。下流側の方は死に行くかもしれない。はい、水温見ていきます。いやまだ暑いっすよ、本当にギンギンに暑い。うわー、27度、27度まで上昇してきました。下げはまだ意外とまだゴミの流れ方からしてそんなにガンガンに流れてるわけじゃないですね。ちゃんとグレ玉とかこう冷やし、体を冷やすものを持ってないとやばいなって感じがしっかりします。スーパーサミ126七尾金ギラ銀でいきます。はい、よろしくお願いします。ドラグ強め、OK、はい、行きます。今日のタックルは、お、出た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 けど、ちょっとすぐそこにはやらない。ちょっと落ち着いてからやります。出たっても僕の出たわけじゃないですよ、あのナチュラルに。お、ベイトいる、ちっちゃいの。スーパーサミよりちょっと小さいですね。半分ないし、半分ちょっとガボッツパターンでいきますか。トロトロトローっと通過させてバーンとちょっと狙います。死ぬかもしれないけど、今のやつは多分そこに定位するタイプなんで、多分もう一回落ち着いてから通せば食う可能性はあります。水位がすごい激変する前であればそこでまた食ってきてくれると思いますけど、今口の中に魚が入っている可能性があるので、もぐ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 し終わってから落ち着いて今の場所に再セットしてからですね。はい、多分このぐらいの本当にウェイトサイズだと思うんですよね。9センチ、10センチ、8センチレベルのやつだと思います。やっていきます。そこですね、ちゃんと覚えておいて入れてツルツルツルっと引っ張ってくればドボンとねいきますから。ここよし、来ないということで、もう一個左だったかな、多分その4とかだったと思うんだよな。ゆっくりやるからミスるな。ダメか、まだ口に入ってるんでしょうか。ちょっと後ろ、さあ出ろ、ドパン。でねー、出ないですね。はい、この後も船がねもっと落ち着いてくれたらいいんですけど、なんとかトップメインでこのポイント周辺は頑張ってみようと思います。はい、早起きしたんでなんとか今日もシーバスもしくはチヌが出せるように頑張ります。はい、ではまた明日よろしくお願いします。失礼いたします。